高知市の神社の参道に園児たちが風鈴を飾り付けました。夢や願いが込められた世界に一つだけの風鈴は心地よい風に吹かれ涼やかな音色を響かせています。高知市の新田神社で風鈴の飾り付けを行ったのは近くの三里幼稚園の園児40人です。風鈴回廊は暑くなるこの時期に訪れた人たちに風鈴の音で涼んでもらおうと去年から始まった取り組み。お参りを終えた園児たちは先生や地域の人たちに教わりながら風鈴を飾り付けていきました。風鈴には園児たちの将来の夢や願い事が書かれた短冊が取り付けられているほか、シールや絵の具で思い思いにデコレーションされています。園児たちにとって世界に一つだけの風鈴です。泳ぐのが上手になりたい。泳ぐのさ、上手くないからなりたいと思った。お花屋さんになりたい。お花好きだから。ケーキ屋さんになりたい。ピンクのでさ、シール貼ってさ、絵の具で塗ってさ。園児たちの思いが詰まった個性あふれる風鈴。参道を抜ける心地よい風を受けて涼しげな音色を響かせます。風鈴自体がそれぞれ一つのオリジナルとなっています。世界に一つだけの子どもたちの風鈴です。ですのでこれから梅雨が明け夏本番になります。この新田神社の参道、風の回廊と言えるぐらい風が通る参道となっております。そしてこの音で涼をとっていただいて、この夏を過ごしていただければと思っております。風鈴回廊は8月末まで設置されています。8月1日には新田神社で夏祭りも行われる予定です。